さて、とりあえずこれで1回はある程度は見れたかな。見れるところはね、もしかしたらちょっと見落としがあるかもしれないけど、ひとまずは2階に上がろう。さあ、改めて2階に来たね。お、早速入れる。これ何の部屋？机がある。あ、こういう机とか調べられるんだ。あ、取り調べ室か。確かにそうかもしれないな。結構こういうさ、隙間みたいなところも調べられたりするからさ、こういうの結構俺見落としてるかもしんないな。まるで異空間に閉じ込められてるみたい。てか多分そうだと思うんだよね。机とかも結構頻繁に調べた方が良さそうだな。あそこは多分十中八九入れないので一旦スルーします。あ、え、氷室さん。あっ、いやあ、みことくん、紹介しよう。彼は殺人鬼だ。うおお、あの野郎。あ、やばい、知らないとこ来ちゃった。入れそうなところは片っ端からやろう。開かないし、血がついてる。どこ入ればいい。ああ、やばい、入れなそうなところばっかり。来た、よし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 。やばい、知らないところどんどん出てくるよ。あ、終わった。あ、よかった。オッケー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 。ちょっと待って、いろいろと知らないもの、いろいろと見逃してきちゃったな。ちょっともう一回も氷室さんがいたところ入ろう。どこだっけ、ここか。なんだ、こんな遠いところにいたんだね、氷室さん。さあ、ここは、まあ、でも特になんもなさそうだね。お、古びた木刀が入ってる。木刀は使えるね。撃退用だな、多分これは。よし、じゃあ次のとこ行こう。ここが扉がね、壊れてて入れなかったんでね。そうだね。これは誰の血だろう。確かに誰かしらの血なのかな。それともあれすらも幻想なのか。これカードキーで開くね。 OK、 開けよう。あ、え、みことちゃんの影みたいなものが。おいおいおい、何する気？うわ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 。なるほど、自分と同じものを見せて脅かそうってなんだな。そうはいかんぞ。電話ボックス、電話ボックスではない、電話、黒電話ならの赤電話。いや、避けるの完璧かい。反射神経どうなっとんじゃ。よし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 、今の部屋もいけるだろう。なんかあるだろう。あ、いろいろある。うれい、うれうれ、やめねえ。どうじゃ。あ、オッケー、消火器は効いたね。カオーンって言ったもんね。よし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 、いいね。さあ、ここ2つも部屋がある、見ていこう。ここさっき1回逃げ込む、間違えて出ちゃって、間違えて出ちゃって。いろいろとありそうだね。靴箱がある。こういうのもね、ちょっと一個一個見てった方が使えるものがあるかもしんないんだよね。空っぽ、破かれた服。うわ、見た！嘘でしょ！それは嘘だ！よし、あいつは一滴残らず血を、一滴残らず血を絞り取ってやりました。よし、続きを調べていこう。独特の匂いがするわね。なんだろう、警察の独特の匂いかな。よし。いやー、うわー、同じような部屋。もう一回ぐらいありそう。一番最後のあそこは絶対にあるんだ。もう逃げる準備しとこう。もうまたカットが入ると思ってください。あ、ポケットに何か入ってる。カードキーやか。うわー、絶対こういうところやっぱりなんか俺見落としてそうだな。あ、なんもなかったわ。よっしゃ、赤手に入れた。一回にも赤ってあったっけ、忘れちゃったな。でもとりあえず直近で、待って、でもこういうところとかにも意外とありそうじゃない。怖いじゃない、調べておくじゃない、一応。大丈夫そうかな。大丈夫そう。よし、オッケー。もう怖いよ、取り逃しが怖いよ。もうすでにありそうで怖いもん。一回じゃあ戻って赤のカードキーを開けましょう。さあ、これだ。オッケー、開いた。入ってみよう。お、え、待って、これ隣の部屋だよね。え、なんで隣の部屋が見えるの、わざわざ。
そしてなんか血だまりがあるね。お、なんかある。牢屋の鍵束？牢屋？牢屋？牢屋？いや、それ、牢屋はあれだね、法律系だね。弁護士だね。牢屋って弁護士だっけ？え、ないんですけど。なんでですか？ないんですけど。え、調べても何もない？横からとか。何もないんですけど。え？ふざけるなよ。めちゃめちゃ怖いじゃねえか。おい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 。俺は見ないふりをするぞ。さあ、牢屋の鍵束はどこなんだろう？地下かな？あ、これだ。あ、やっぱだ、地下だ。やっぱだってなんだ。とりあえずでも一回まで上行ってないから上行っとこう。あとはあれだね、白と青の鍵が、カードキーが見つかってないね。ん？物置かな？やだなぁ、なんかまたありそうだなぁ。使えそうなもんないか。お、なんだ？サバイバルナイフ！めちゃめちゃ使えそうじゃん。何かを切れる？あ、あれか！さっきなんか紐で絡まったドアあったよね、地下に。あれだな、多分。何？もしかしてこれ本物？あ、サバイバルナイフのこと？あ、違う！え？大きな銃が保管されてる。いや、それこそ持ってこうぜ。それこそ持っていかない？机がある。机があるはやばいな。机見て机があるはやばいわ。よし。アイテム使おう。赤いカードキー。赤いスイートピーみたいな。赤いスイートピー。うわ、広い。広いなぁ。怖いなぁ。これなんか逃げろと言わんばかりの。なんなのこれ。俺毎回右から調べちゃうのダメだろ。これ左右と続いてるからな。僕がやるから。やめろよ。どっちもやるな。ホワイトボードには何も書かれてない。これなんだろう。なんだろうこれ。シルバーエッグ。シルバーエッグ。銀の卵をモチーフにした石のようだ。モチーフにした石。どういうこと？ここでは使えない。え、なんだろうな。とりあえず保留かな。あ、来なかったね、意外と。さあ、こっちは？あ、これあれか、さっきのところか。もう一個登れるところ。あ、なるほど。さて、じゃあ、とりあえず地下室に行ってみるのが上等か。よし、来ました。多分、ここを、サバイバルナイフで切れるんじゃないかな。お、行きた！これでよし。よし、一回セーブして入ろう。ドキドキすんね。お、あれ意外と普通の部屋だ。花が置いてある。あ、机怪しいぞ。ん？何？何？え？え？嘘でしょ？何これ？え？お、え？何これ？何これ？気味が悪い。え？何これ？あ、待って、これあれじゃない？これさ、これなんか、粘土っぽいよね。これ、何らかの障害物、これとか違う？あ、いけた！生き物じゃないよね。いや、まさか。そうじゃないことを願いたいけど。これまさか！金色の紋章が刻まれている。銀色の紋章が刻まれている。銅色。来た！シルバーエッグ。来た！ハマった！すごい！え、かわいい銀の卵。あ、これ金と銅じゃあ持ってこなきゃいけないんだ。よく見つけたな、これ。俺が特に何の、誰の知識も得ずってか、だってここいきなり机どかしたからね。すごくない？無言でいきなりどかしたからね。で、その、あ、この机には何もないんだ。いや、隠し通路はすごいな。よく見つけたね。綺麗な花。こんな状況じゃなきゃいいのに。いや、本当にその通りだよ。こんなにたくさん。怪異ってそんな頻繁に起きてるの？ほう。ここ怪異に関するところか。地下のそんな、こんなところに追いやられちゃってるんだね。留置管理。うん。あ、取得物、習得物。うん。まあ、こんなところか。あとは、あれか。これだ。牢屋の鍵束。これどっちだろう？こっちかな？どっちもかな？あ、開いた。ここ、牢屋なんだ。あ、牢屋だ。シンプー。
めちゃめちゃシンプルだね。そうさ、ミスターシンプルシンプルじゃん。うん、特になんもないね。ベッドの下とかもなんもないでしょ。なんもないね。あれ、これ今調べた俺。バケツが放置されてる。調べたね。なんもないな。ってことは下になんかあるんじゃないかな。こっち。開くね。一つの鍵で二つ開けられるのすごく嬉しい。あ、なんもな、うわぁ、ビビったー。ごめーん、みんなごめーん。今思いっ、完全に気抜いてたから死ぬほど声出たわ。あー、このお花を使うのね。ちょっともったいないけど。いや、今心底ビビっちゃった。ごめん、マジで。やば。なんかホラーゲームやってる時って多少構えてるからさ、まあびっくりするっつっても、まあびっくりするんだけど、まあほどほどじゃん。でもなんかガチで気抜いてる時ってあるよね、なんか。完全に油断してたわ。いや、ベッドから出てくんなよ。いや、ほんとにやだ、今の。え？異臭がする。ここ開けない方がいいよね。いや、絶対開けないでお願いだから。そう、本が置いてある。これ気になるね。え？調べないの？嘘？じゃあ今の何のため？何のために生まれてえじゃん。おい、この二つの部屋マジで今のためだけに生まれたの？いや、お前アンパンマン怒るよ、それ。え、ドライバーか。あ、待って、ドライバー？あ、でも引き出しか。開きそうで開かない引き出しとかなかったよね。あれ？机とか調べきってないのかな。ちょっともうちょっと探索がいるかもしれないですね。もうできることなくなっちゃったな。赤いキーのとことかもうないよな。ちょっともうちょっと探索しますね。あ、あった！何か引っかかってる。もう少しで開きそうなんだけど。これだ！あった、ドライバー。結構行くね、乱暴に。何かある。なんだ？お、金貨！金貨？いただ金貨！いや、コロッケとか知ってるやついなそう。知ってる人いなそう、しかし。特別な金貨のようだ。あ、自動販売機だ。行こう。よし、来たよ、自動販売機。ここで金貨をしよう。チャリンチョロンと。何これ。お、ブロンズエッグ来たね。銅の卵。よし、これだと1個だ。あ、そうだ。てか、そう、さっきさ、俺これ今普通に探索中に思いついたんだけど、思いついたってか思い出したんだけどさ、ちょうどそこの白い室で見た、地下の監視室、隠された通路、机の裏みたいなのあったじゃん。あれだわ、さっきの。俺忘れてて、普通にみことちゃん急になんか見つけたと思ったけど、あれ違うんだね。ちゃんとここにヒントがあったんだね。あ、てだけです。あ、そうだ。てか、まだ、他に一応探索続けておきますね、一応。ん？あ、びっくりした。え？机の鍵を見つけた。机の鍵だ。机の鍵？俺、鍵閉まってる机なんか見たことないんだけど。医務室の机の鍵のようだ。医務室？あれ？俺、医務室なんかあったっけ？嘘？やばい、見落としを見つけたらさらなる見落としを見つけちゃった。医務室？ちょっと待って、もう一回探していい？ちょっとごめんね。みんな、医務室ここだわ。一番最初のところ俺が全く調べてないわ、そういえば。そうか。もう調べられるようになってるんだ、ここ。一回調べて何も調べられないからさ、ストーリー上ね。忘れてた、完全に。なんだろう。この植物、生きてる感じがしない。あー、ここにももうすでにこの世界がなんかおかしいっていうのがあったんだ。なんだ、気づかなかったな。あ、鍵かかってるわ。ここだ。よく見つけたな、じゃあ机の鍵。何かある。お、カードキー青。来たね、カードキー。さあ、ラストのカードキー。あ、ラストではないか。あともう一個白が必要なんだけど。とりあえずは、置いといていいのかな。よし、じゃあ2階行こう。あったあった、ここだ、青。確かここだけだよね、青い鍵必要なのって。青の黄色くを解除することができそうだ。よし。なんかだんだんランクが上がってんのかな。緑、赤、青って感じで。お、あ、ゴールデックだ。なんだろう、これ。絶対ゴールドエッグだよ。よーし。ゴールドエッグ、ちょっと違うけど、ゴールデンエッグスっていうさ、海外の面白アニメ昔あったのみんな知ってる？急須がある。俺あれめっちゃ好きだったんだよね。ものすごく静か。まるで、初めから人がいないみたいに。やっぱりなんだかちょっと怖いね。
特に気になるところはない。これなんだ、加湿器、ファンヒーターか。まだ使えるんだ、ファンヒーターが。なんでだ、この異世界でファンヒーターだけ使えるってのはどうなの。さあこれで卵集まったね。じゃあ戻ろう。どこだったっけあれ、2階だよね確か。あれどこだっけあれ、ちょっとあれどこだっけあれ。もうまたあのヒントのこと忘れてるもんね。どこだっけとか言っても地下なの、そんなの覚えてるもんね普通。マジでどうかしてるわ。よし、ブロンズエッグ、おー綺麗。あ、ブロンズエッグ色綺麗だな。さあゴールデッグをはめて、これでどうなるんだ。おお、何、口になった。口ではないか別に。何か入ってる。お、あ、来た、カードキー白。さあ行くぞ。あ、よかった、あの緑のやつ動き出すんじゃないかとちょっと思っちゃった。カードキー白はね、今ね高校来るまでに見たんですよ。こっちこっち、ここ上がってすぐだ。さあ大丈夫だといいんだけどね。カードキー白使う。でも非常口マークついてるからね、多分、あ、やっぱそうだよね、これで出られる。頼むぞマジで、お願いお願い、マイメロディー。どう、もう外の音しない。あ、あ、あ、ん、あ、ちょっと違う。よう、遅くまでお勤めご苦労さん。あ、目が覚めれるわけじゃないの。お前か。調べ物のついでにコンビニ寄ってきたぜ。ほらよ、差し入れだ。ふん、悪いな。みことちゃんの様子はどうだ。見ての通りぐっすり眠ってる。さっきまで寝つけなかったみたいだが、ひとまず一時休戦といったところだ。バカ野郎。休戦の木の字もしてねえわ。そいつはよかった。今この静け、この静けさの中で大バトル中じゃ。お前の方はどうだ、あれから何か進展はあったか。ああ、7割ってとこだな。翔太の言う通り、どうやら今回はとんでもねえ怪異が関わってるみたいだぜ。いや、7割いけてんのすげえな。ほう、ぜひ、ぜひ聞かせてもらいたいもんだ。おい、ひとし。どうした？みことちゃんの様子が変だ。え？気づくの？気づいてくれるの？なんでわかったの今？え、待って、また。やだな、電車の音がするぞ。うわ、電車だ。あれ？警察署にいたはずなのに、戻ってきてる。とりあえず、深い眠りからは出てこれたのかな。どうすればいいんだろう、戻ればいいのかな。あ、え、まさか。しぶといですね。早く死んでください。なんかめっちゃ喋りかけてくるよね、まるで人間みたい。またあの声。私がこの世界の中で死んだら、きっと向こうの世界では心臓麻痺かなんかで死んじゃうんだと思う。お、鋭いね。それほどまでにリアルで、痛みも実感もあるこの世界。向こうの世界では心臓麻痺でも、こっちの世界じゃひき肉だよ。なんで改めて状況を整理したんですよ、自分が死ぬ時の。死ななきゃいいんだ、死ななきゃ。行くぞ。うわー、結婚。結婚がいっぱい。いやー、手形もいっぱい。やだねー。相撲取りでも来たのかね。うーっす。これ逃げるのかな。え、動けないよ。あー、危ねえ。すげえな、反射神経が。どうなってんだ、ほんとに。いい加減にしてよ。あ、やっぱり逃げなきゃいけないのね。いや、反射神経どうなってるの？これ何？あ、しゃ、武器かと思っちゃった。
なんか投げたり叩いたりできるやつかと思っちゃった。色が変わってるね。ちょ、色味が変わってるよ。おお、もう懐かしさを感じる。たった30分とか1時間とかその程度しかかかってないのにめちゃめちゃ懐かしさを感じるよ。どうすればいい、どうすればいい。とりあえずまた戦闘車両まで行くか。あれ骨か。わ、嫌なもん拾おうとしちゃったな、ね、色味がなんかエナジードリンクみたい。モンスターの世界みたい。エナジードリンクになってね。ちなみにレッドウルとも言える。あっ、嘘、限界か。あっ、おお、嘘だろ、嘘だろ、よくやるよそれマジで。天才か、サバイバルの天才か。はあ、やっぱ体が順応してきてるんだな。またアナウンスが。人殺し、人殺し、人殺し、人殺し。それはこっちのセリフよ。ほんとその通りだよ。まさしくその通りだね。お前ら絶対人間じゃねえよ。間違いねえ。さあ、なんとかこれで解決してくんねえかな。ダメか。あ、戻ってきた。いや、もうそっちでも解決してくれたのもから。ダメだ。起きる気配が全くない。一体どうなってんだ？こんなに苦しそうにしてるってのによ。ただの疲労ってわけじゃないだろう。まさか、またしても怪異が。怪異？さっき会ったばっかりじゃねえか。こんなに連続して続くもんなのかよ。可能性は否定できない。今のところ原因は不明だしな。確かに事実怪異だし。マジかよ。とにかく病院にでも連れてこうぜ。たとえ原因が怪異だとしても何もしねえよりはマシだ。無意味だな。キーセキさん、お願いしますよ。そんなことをしても根本的な解決にはならん。そうだとしてもよ。お前も分かってるはずだ。怪異に対して現代医学はあまりにも無力だと。ひとし、彼女に何か変わったことはなかったか。変わったこと、悪夢じゃない？何でもいい、些細なことでも構わん。そういえば眠れないとか言っていたな。眠れない？ああ、それも立て続けにな。だからこうして俺のいる客室で寝かせたわけだが、人は睡眠状態になると無防備になる。無防備な状態とは五感のすべての機能が低下し敵に襲われる危険性もあるということだ。単純な例として金縛りが挙げられる。ああ、なるほどね。これは近年科学的に解明されたと言われているが、実のところまだ分かっていない部分が多々ある。つまりみことちゃんは今寝込みを襲われているってことかよ。おそらくね。怪異ってやつはいついかなる時でも手段を選ばず襲ってくる。それに闇や夜は怪異の領域、いわば特権だ。一度その世界に引きずり込まれればそこから抜け出すのは不可能に近い。だが強氏の言う通り、何もしないわけにはいかない。その通りだぜ。俺たちができる限りのことをするべきだ。やれやれ、手遅れじゃなきゃいいんだがな。いや頼むよマジで、桐崎さん得意でしょそういうの。お願いよ。また電車だよ。なるほど、並行して今このことが。おお、なんだ、並行して外の世界とこの中の世界で動いてるわけだね。物事が、物事5は。ちょっと今日なんか口数が変ですね。口数が変なんだよ。口元が変ですね。あら、人身事故。いつになったら冷めるんだろう。緊急停止だって。出れるのかな。ちょっと一回セーブしよう。
行く？行くしかないよね。でも行こう。おお、すごい外だ。いや、ついに脱出したのか。そういうことかな。こことか空いてるけど、あ、さすがに入れないか。とりあえず進んでいこう。いや、長い列車だったな。お、大丈夫、ループとかじゃないよね。またお、電車が終わった。なんかある。地獄？地獄？いや、できたら入りたくないな、地獄は。こっちは？まだ行けちゃうんだね。お、なんかこの先もあんのかな？あ、なるほど、ループだわ、右は。じゃあ地獄に入るしかないってことか。行きましょう。うわ、いや、ずい、うわ、うちょ、嘘、閉じられた。いや、随分と人工的な地獄だことで。うわ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 、鉄筋コンクリートですけど、地獄鉄筋コンクリートですけど。え、殺されるか自分で死ぬか、お前が選べ。これもしかしてナイフ？てか俺今アイテム何持ってんだっけ？なんもない。あ、そっか、夢の中だからか。そういえばこのチャプターのなんだっけ、タイトルというかサブタイトルは猿夢だったよね。なんかそういうまた怪異なんだろうな、きっと。都市伝説とか。何も入ってない、錆びてる。うん、よびしょ。ヒントは読まない。ヒントは俺はなしでやりたい。ボロボロのベッドがある。うん、なんか前も一回ヒント3だか4だか見つけたよね。あれなんだな、こういうなんか意外なところに隠してあるってことか。なるほど、本当に詰まったら見た方がいいね。ん、見たことない骨。いびつな形の骨が飾られている。飾られてるんだ。とてつもない異臭がする。近づかない方がいいよね。え、ここは一体何なんだ。地獄？なんかもうこのためだけに。あ、なんだこれ。え、何これ。え、何これ。もうなんかそのために作られたような。え、何これ。なんかこの真ん中で祈りを捧げたりできないのかな。でも逆十字だよねこれね。逆十字かだね。あんまりいいものではないよね確か。お、上と下分かれてたけど、とりあえず上から行ってみよう。広いね、地獄。影かかってる。よし、覚えとこう。お、あ、ピエロ。これ逃げるのかな。あ、逃げるわ。全然引っかかってる。どうしよう。うわ、ち、早っ！とりあえずもうさっきの部屋、さっきの部屋しかもうないから。地下、待って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 。え、なに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 、あ、ベッド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 、あー、ダメだった。うわー、ドアこう、出入り瞬間ガチャッつってこういけるかと思ったけどダメだったわ。自ら相手のドリルにピョンって飛んでた感じになっちゃった。オッケー、戻ってきました。セーブしてなかったから普通に電車降りるところからでしたわ。よし、行こう。おそらくベッドの下に隠れれる、隠れれれ隠れられるんじゃないかな。急いでした。よしよしよし、とりあえずここは回避できるね。で、ここはもうとりあえずまっすぐ行って下行ってこう。オッケー、最短ルートを取らないとマジで速攻で捕まる。危ねえ。今みたいにね、5秒だからここ。どうよ。よし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 。
オッケー、より絶対これ持ってった方がいいと思うけどな。ナイフでしょ、必要だと思うけどね俺は。よし、じゃあ今あいつがいた部屋を見に行こう。ここだ。明らかにちょっと怪しい引き出しとかあるね。写真がある。お、え、待って、あの逆十字のやつだ。あ、待って、ちょ、もう一回だけいい？あ、血がついてるな。下から2番目の空いてるところに血がついてたね、今ね。ちょっと調べに行くか。今一回でもここだけ見よう。まずこの上の廊下の部屋だけは見よう。こんなところじゃ休みたくもないよ。これは休憩所的な？え？儀式用のま、あ、松明がある。え？松明？焦げた匂いがする。儀式用ってなんだろう。机がある。使えるものはないわね。ないか。でもこのロッカーとか隠れられそうだね。そうか。え、なんだこれ、でかっ。でかっ、なにこれ。奈落のようだ。え、絶対落ちちゃいけない。あ、またここにも逆十字架がある。足場が崩れてる。え、なんだろうこれ。奈落だね。まあ、絶対に一歩先に進んだらいけないね。さあ、じゃあちょっとさっきの写真気になるので同じところを調べてみようかな。血と同じところ。さっきの写真だとここだったね。あ、ここか。おお、何の音今の。え、何の音。どっか、え、どっか開いたりした今。え、こっちかな。あ、開いてる、上だ。行ってみよう。え、ちょっとセーブしよう。大丈夫かこれ。行って大丈夫なやつ？エンマ大王とかいない？うわ、分かれてるわ。右から行こう。あ、これ壁か。うわ、いっぱいある。あ、めちゃめちゃ普通だった。中入るとめっちゃ普通だった。悪魔辞典が並んでいる。悪魔辞典、なんだか不気味ね。宗教の本が並んでいる。あまり興味はないかな。おお！くそ、あぶね。あぶねえでやがるぜ。ちくしょう。あのベッドってもう一回使えると思う？いや、いけないかな。やってみる価値あるか。でも、あ、いけるわ。うわ、血ついてる。これ2回目ダメなんじゃないかな、もしかして。やばい、すごい嫌な予感がするわ。どう？どう？あ、あ、あ、でも逃がしてくれる。あ、よかった。終わったと思った、今。今終わったと思った、完全に。はや、そんで。ほら。さっきのロッカーだ。もうさっきのロッカーしかない。あの奈落に突き落とすとかできないのかな？よし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 、とりあえず正解だ。どうだ？でも、もう俺隠れるところ思いつかないな。机の下ぐらいか。え、ダメか。どうしよう。こっちはなんかない？いや、早っ。あ、ダメだ、ないわ。どうしようかな。下の部屋行くしかないよね、これ。えい、あ、しまった。ねえ。こっち行ってみるか、未知数だけど。うわ、なんだこれ。見たことないところいっぱいある。見たことないところがいっぱいある。でも意外と、行き止まりが早い。いやー、見つけないでお願いだからもう。お願い。よし！オッケー。緊迫感あるな。とりあえずちょっとせっかく来たからここ調べよう。絶対に触りたくない。何？茶色に変色した服が入ってる。それは絶対触りたくないわ。何も入ってない。あ、この辺何もないんだ。え？この部屋は隠れるためだけかな。うん。ここって、どこなの？なんかの研究施設なのかなと思うけどね。どうなんだろう。なんか、悪魔とか地獄とか、なんかそういう系かね。ここなんもないか。これそもそもなんだろう。牢屋？
さあとりあえずここは調べ終わったな。あそこの鍵と今の新しく開いたところか。とりあえずじゃあ鍵見つけるまではこの中探索しよう。よし戻ってきたよ。この辺調べていこう一応ね。象形文字で書かれた本が並んでいる。大敗した本が並んでいる。やっぱりどこも結構荒廃しちゃってるんだよな。不気味な、背景画が載ってる本が並んでいる。死体が載った写真集が並んでる。趣味悪いな。秘術、戦術に関する本が並んでいる。題名のない本ばかりが並んでいる。西洋魔術に関する本が並んでいる。やっぱりなんかそういう系なんだな、ここは。奇妙な怪物が載ってる本が並んでいる。うん。そういうなんか、なんて言ったらいいのかな。若干非科学的なものとかが、おなだ！ヒントね、読まない。あえて読まない。使えるもんないね。ダメだな。ここの穴は闇しかない。じゃあ絶対行かないでおこう。こんな感じか。下は何もないね。なんか魔術とか悪魔とかそういう怪異とかその辺を取り巻くものを調べてる研究施設とかなのかな。そうだ、これを持っていけば。鉄の板を見つけた。あ、さっきのあれか。床が抜けてたところが。オッケー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 。ドラム缶がある。この匂い最悪ね。ボロボロの服が入ってる。どこも服が入ってるところがあるね。何も入ってない。何の服なんだろう。机ボロボロだね。全部鉄とかなのにあれだね、机だけ木っていうね、こだわりが感じられるわ。あ、なにこれ。え、なにこれ。あ、なんかここだけ床違くない。ちょっと怖いな。なんかある。ちょ、こっちは行ける。あ、行けないわ。なにこれ。あ、あ、え、なに、押しちゃった。え、大丈夫。なんか押しちゃったけど大丈夫かな。え、なんもなかった。ちょ、もう一回戻ろう。左行ってみていいじゃん。あ、え、なんもないわ。え、上じゃ。なんか、え、なんもない。え、なんだったのじゃ今の。え、え、外でなんか動いたのかな。なんだこっち、この辺。え、なんも動いてない。あー、どでかい変化がある。ちょ、セーブしよう。え、あ、え、カイコスさん。え、何者。君が悪いわね。血が垂れてる。ご冥福をお祈りします。さあ、で、また今ジョワーって言ったけど、今のジョワーはどこだろうな。また今のところかな。ちょっともう一回戻ってみようか。あ、開いてる。いや、本当はこの鉄のレーターもちょっと使いに行きたいけど、まず行ってみる。あ、え、なにこれ。ちょっとセーブがいっぱいしちゃうぐらい怖いけど。